オンラインショッピングを最高の体験にする。コンピューターを誰でも簡単に使える仕組みっていうのを発明したいっていう思いが企業前からあるんで、便利なツールを作れないかなっていうところを考えています。貴重な情報資産っていうのを適切に運用して、で利益を返す。それをまあ個人情報資産の運用サービスっていうふうに呼んでるんですけども、自分の情報がどのように使われているのか。っていうのを、まあ、誰も知らないし分かってないっていうのが今現状だと思うんですけど、まあ、それだとちょっとまずいな、まあ、ユーザーが同意をして事業者に対してデータを渡すっていう、このゼロパーティーデータっていうのをいかに得られるか、まあ、そのゼロパーティーデータのエージェントになりたいなと思ってます。次のプレゼンはストラクトの伊藤さんです。準備はいかがでしょうか？はい、大丈夫です。それではローンチパッドスタート。はい、こんにちは、入れておくだけでオンラインショッピングがお得になる拡張機能、プラグの伊藤です。早速ですが皆さん、オンラインショッピング賢く利用できてますでしょうか？お得に買い物するっていうのは意外と大変でして、クーポンアプリを使い倒したり SNS でセール情報を収集したり、まあ、結構めんどくさいんですね。こちら実例なんですが、弊社メンバーのお母さんがですね、いつもより150円安く化粧品が買えたと喜んでたんですが、ただですね、これ探すのに2時間かかっており、時給に換算するとなんと75円ということで、ちょっとこれ割に合わないですよね。プラグはこれを自動化で解決します。プラグはiPhone の標準ブラウザ、Safari の拡張機能です。最新の iOS15 から利用できるようになったとても新しい技術です。早速どんなものか見てみましょう。まず App Store に行き、プラグのアプリをインストールします。アプリを起動後、ブラウザのログ取得に同意をしてもらいます。で、設定にチェックを入れてもらえれば、これで準備完了です。あとはプラグの存在を忘れてしまっても大丈夫です。勝手に動作します。いつもの Safari を開いてショッピングをしてみます。例えば夏物のワンピースを検索して EC サイトに行ってみます。で、 EC サイトに行くと、その EC サイトで使えるクーポンやキャッシュバックをプラグが自動で検索して、このように通知をしてくれます。今回は 12% のキャッシュバックを発見できました。あとはこれをクリックして普通に購入するだけでキャッシュバックが適用されます。プラグは価格のアシストもします。例えば Amazon で商品を見ていると、自動で価格の比較を行い、このように安い商品を教えてくれます。家電なんかはもちろんなんですけど、このようにですね、レッドブルみたいな日用品でも OK です。普段調べないものも自動で比較をしてくれるので、とても便利です。物販だけじゃないんですね。プラグは旅行、金融、引っ越しなど日常のあらゆる EC サイトのクーポンやキャッシュバック情報を自動で発見してきます。言うまでもないですが、コロナ禍で EC 市場は爆伸びしました。ですが EC のデジタルマーケティングにこれから大きな課題がのしかかってきます。それはクッキーの規制です。クッキーの規制によって広告のターゲティングが難しくなってきます。もうすでに 90% 近いウェブマーケターが影響を実感しています。まさにこれからビジネスモデルを大きく変えなければなりません。プラグはそんな EC 事業者をサポートできます。プラグはクッキーなどの技術を使わず、ユーザー同意のもと行動ログを確実に収集することで EC 事業者とユーザーをマッチングさせるというような仕組みになっています。適切なタイミングでクーポンが表示されれば、コンバージョン率、リピート率、購入単価ももちろん向上します。さらにですね、プラグはネイティブアプリと連動しているので、プッシュ通知を使って離脱したユーザーに通知をするってことができます。例えば EC 事業者の大きな悩みであるカゴ落ちをフォローできますデモです。このようにですね、 EC にカートを追加した商品を購入しようとしたら、住所入力がめんどくさくてやめてしまったと、プラグはそれを検知して、後からこのようにプッシュ通知でクーポンとともにカートの決済を促すといったことができます。この分野の技術は特許を取っていきます。ビジネスモデルです。三方よしのビジネスモデルを実現しています。 EC 事業者とユーザーをマッチングしています。代理店と提携済みでして、すでに1400以上の案件が表示可能となっています。この数はどんどん増えていきます。
実際にプラグが表示した EC サイトは平均してコンバージョン率が 1.5 倍、リピート率が 1.3 倍と効果がとても大きく出てます。トラクションです。半年前にベータ版リリースしましたが、現在1万7000人以上が毎日プラグを利用しています。継続率も圧倒的にいいです。 GMV も大きく成長してまして、3年後は500億円を想定しています。テイクレート現在平均して GMV の 4% ほどなんですが、既存のポイントサイトを見ても交換関係の取り扱いで 20% まで大きく伸びしろがあります。iPhone だけじゃないです。 PC ブラウザや Android にも順次対応していきます。海外ですが4300億円で PC ですがExitした事例があります。プラグはモバイルの領域で日本でパイオニアとして開拓をします。駆け足になってしまいましたが、最後にビジョンを少しお話しさせてください。クッキーがない時代ですね。これからのデジタルマーケティングに必要なものとは一体何でしょうか。それはゼロパーティーデータだと思ってます。ゼロパーティーデータとはユーザーが同意をして意図的に企業に提供するとても信頼度の高いデータです。これを取得するのは本当に難しいんですね。ですがプラグはすでに2万人に対してこれが実現できています。ユーザーから許諾を得てクロスの面で一貫した行動データをいただいています。こんなデータはどこにも集められないんですね。そのようなゼロパーティーデータを活用することによって最適なプライシング効果測定が大規模に可能になります。これは T カードが8兆円規模でオフラインでやっていることですが、これを僕らはオンラインでやっていきます。そしてこれは物販だけでなくてさまざまな業界を支援できるとてつもなく大きい市場です。例えばですね、不動産領域では売りに出されたマンションを瞬時に誰がいくらでいつ買うのかというのを導き出して仲介手数料無料というインセンティブをつけてユーザーとマッチングできます。同じようにですね、賞味期限が近い野菜を最速で一番いい価格で販売することでフードロスのような問題も解決していきます。このようにプラグはすべてのユーザーさんや事業者に利益を返せるゼロパーティーデータのエージェントを目指していきます。以上です。ありがとうございました。